れは日が沈んで来てるのか。日が沈んでるんだね。おお待て、敵。走るとやっぱちょっと距離ありますね。お、なになに、誰とやり合った。ラクヤットか、ちょっと助けてあげようか。あれ後ろからも聞こえる。やめて、やばい。殺された。やばい、なんか今回死にまくりだな。しかも全然ストーリーと関係ないとこで死んじゃったな。ブレラー、あれね、何ここ。うわー、だいぶ離れちゃいましたね。これ空飛ぶやつないかな。おっつ、ちょっと待った。オッケー、車があるからこれ乗っていこう。西の方来れば、まあ、ないかな。あ、やばい、敵、敵。ちょっと、ちょ待って、やめなさい。痛い。もう暗いからよく見えないし。あんまり相手にしたくないですね。あれないね、空飛ぶやつ。あ、ある、あそこにあるな。だいぶ下だな、でも。だいぶ下だからそんなにね、飛べないかな、遠くまでね。ちょ、ここ滑っていけるかな。よし。これなら大丈夫だね。多分、ダメージは食らわないはず。オッケーオッケー。何あれ、あ、鳥か。よし、あ、でもいけるかな。あ、ダメか、どうなんだろう。あ、いけるかな。どうだろう、ここら辺サメとかね出てきそうですけど、落ちたくないですね、海には。あ、いけそうだな。いや、暗いですね。よし。よし、今回はダメージ食らわないで。お、どういうつもりだ。バックがいた。目的地が分かってたのに、なぜ言わなかった。ジェイソン、ジェイソン、そう怒るなよ。ゲームの主役はお前だ。俺は観客。いい賞を頼むぜ。さっさと失せろ。ジェイソン怒ってる。いいか。よし聞け。まあ、こいつはいわば皮肉の象徴と言えるな。その昔。日本人の特殊部隊が失われた財宝を探しにこの島に来た。ところが気づいていなかった。こいつを立てたところに探し物が眠ってるってな。聞けよ、探し物って。あら、断る。生意気だ。罰を与える代わりにキースを鞭打ちだ。探し物はじゃあ宝船だ。
帝和とかなんとかいう中国の武将が乗ってたそうなんだが、えらいことに財宝をたんまり積んだままドロンと消えちまったんだ。そう、俺のナイフもな。ほら、さっさと行け。授業は済んだ。そしてバッグも消えるっていう。あの野郎絶対殺してやる。ムカつく気いますよね、あいつ。ちょっとね、これね、確かね、日本軍のね、ミッションもありましたね。サブミッションみたいなね。ヘビがいる。これヘビじゃないよね。これロープだよね。こうね、多分ね、一回きりなんですよね、入れるの。なんでね、拾えるものはね、拾ってった方がいいですよね。書いてありますね、日本語。めっちゃヘビの鳴き声聞こえるけど、シャーシャー言ってる。あ、なんかある。わあ、やめなさい。お金だ。OK。んで、この下か。この下だ。あ、ますね、敵。カメラ使えないんすよね、ここ。ちょ待って、なんか上がれる場所があればね。ダメだ。ちょ、武器も使えないしね。あそこに一人いますね。あの技使いましょうか。ねえ、バレないかな、大丈夫かな。あ、いける。よし。さあ、こっからどうするかな。ちょっと一度ね、上がりたいんですけどね。バレないかな、これ。よし、とりあえずあの上のやつ、あいつやっつけたらバレそうだな。外したよ。やばい、ファイヤー。ダメだ。おお、お前か。あと二人いるな。どこにいる。あ、下か。ちょ待って、死ぬ。ちょ、武器を。ああ、ダメだ。水の中じゃ選択できない。やばい。ちょっと待って、死んでいた。あれ、どこにいる。あ、そこか。ちょ、またよし、いたぞ。よし、うまいこといかないっすね。外しちゃうし。よし、なんかないかな。
回復薬と他にはちょっとこの上に登ってみましょうか。なんかあるかな。ないや。あの船って行けるっけ。行けないかな。行けなさそうだよね。ちょっと先行こうか。よし行くか。よし行こう。声聞こえますね。こっからじゃ見えないっすね。あ、上にいますね。あいつやっつけたらバレるかな。ちょ、動きすぎ。バレたな。ユーザーを使わせてもらうぜ。あ、やばい。うわ、いっぱいいるな。あ、やばいやばい。あー、ここね結構面白い殺し方できるんですけどね。残念できなかった。やべやべ、死流だ。全然当たってないし。このねスイッチを押して殺すっていうねやり方があったんですよ。殺さなきゃよかったな、ここのやつね。そんなにゲーム自体はね、あ、間違えた、上手ではないんですけどね。今日はねいつも以上にちょっと調子悪いかもしれない。お猿さんだ。なさいよ、もうこの下か。おお、初めてのワニ、今回初のワニですね。びっくりするんですよね、あれいきなり襲ってくるから。よし、探検ごっこだ。アンチャーテッドみたいですね。やったぞ。喜んでる。よし。で、ここはね敵いなかったと思うんですよね。そんな甘くないと、簡単には行かせないぞと。
あの足場まで行かないと。そうなんですよね。スイッチが2つか。簡単だ。で、あれを破壊すると。あ、まだあるの。こっちは腐ってるな。で、これでどんどんね、水を上げていくんですよね。で、あともう一個。おお、ちょっと危ない。そう、順番は合ってましたね。多分先にね、こっちをやったらね、どっちにしてもいけなかったんですよね。だからあっちを先にやって正解でしたね。これグレネード投げれるっけ？ダメか。これでよし。よし、これでいけますね。おお、ちょっと、この下から行くんだっけ。やばいやばい、ちょっと息が、あー、まずい、ちょっと待って。違うな、ちょっと待って。待って待って、ここら辺。いや、ダメだな、隙間がないよね。はい、違うかな、上から行くのかな。あ、そういうことか。上から行くのね。よし、これで行けますね。やばい。よし、こっからちょっと逃げないといけないんですよね。なんか今光ってましたよね。あ、アイテム、コンパス。コンパスを拾う、すべてが崩れる前に出口を見つける。あ、船、船、あれ、船か、船がありますね。よし、ゆっくりだ。いやー、怖っ、これ、これは怖いわ。え、こっちか。あ、出てきましたね。なんか下の方にね、道がいっぱいあったから、もう全然覚えてないですね。下の方に行くのかと思った。なぜ俺の居場所がわかる。本当だよ。なんだ、死体の匂いをたどっただけさ。殺しについて聞く気はないぞ。上がってくるのか。よし、ほら、手を出せ。ナイフならまだ見つかってない。おいおいおい、お前何してる。たかがナイフ一本に何をそんなに手こずってる。サボらず真面目にやれ。さてはやる気がないな。もういい、俺はキースで遊んでくる。じゃあな。あったのはこのリングだけだ。これコンパスの部品じゃないか。さあな、組み合わせてみろ。魔法みたいだ。それは期待できそうだ。じゃあな。目的地は分かってんだろ。いや、行き先は知ってる。ね、知ってるんならもう自分でやればいいのにね。ほら、そしてまたね、消えるっていうね。
次はここか。はい、まあでも今回はねこの辺にしましょうかね、なんか今日はダメですね、調子が悪いです。スキルポイントゲット、はい、まあということでね、本当ね今回は死にまくったんでいつも以上にね申し訳なかったです。次回はね、頑張っていきますんでよかったらまたご視聴よろしくお願いします。そして敵が来たっていう、大丈夫ですね、はい、ということでお疲れ様でした。またよろしくお願いします。えいえいえい、あ、当たったということでお疲れ様でした。